私はナホ、小学5年生。学校帰りに雨でぬかるんだ地面に足を取られて転び、泥だらけになってしまった。おい、なんでそんな泥だらけなんだ。転んじゃって。しっかり綺麗にしてから上がりなさい。うん。まったく、体の汚れは心の乱れにもなるといつも言ってるじゃないか。ごめんなさい。転んじゃったのはどうしようもないじゃん。ナホってそそっかしいというか、落ち着きがないよね。そう言って笑っているのはお姉ちゃん。お姉ちゃんは私と違って頭もいいし容量がいいんだ。しっかり綺麗にしてから来い。あんたにはお似合いじゃない。ほんの少しの汚れでも家に上がることを許されず、私は1時間くらいずっと靴を磨いていた。ようやく終わったと思ったら。お前は頭が良くないんだから勉強をしなさい。ちゃんと机を用意しておいたぞ。え、段ボール。リビングに段ボールが置かれていたの。ちゃんとした机が欲しかったらいい点数を取ることね。私が一人で勉強している間に家族は夕食を食べ始めてしまう。ナホにはそこがお似合いね。やっと終わった。お腹すいたよって、これだけ。おかずがほとんど残ってない。でもこんなことはいつものこと。今日も白米と海苔だけか。だんだんと自分が惨めな気がしてきて、私は涙をこぼしてしまった。すると、また泣いてるし、勉強してあんたもテストで100点取ったらいいんじゃない。それができたら苦労しないよ。お姉ちゃんは昔から頭が良くて、いつもテストでは100点を取っていた。一方の私は一度も100点を取ったことがない。もしかしてお姉ちゃんの勉強法に秘密があるのかな。お姉ちゃんと同じように勉強すれば自分も頭が良くなるのではないか。そう思った私はこっそりとお姉ちゃんを観察することにした。お姉ちゃんは自分の部屋をもらっていて、いつも部屋にこもって勉強しているんだ。だけど私が目にしたのは予想外の光景だった。え、泣き声。お姉ちゃん泣いてるの。ここからじゃ詳しいことはわからないけど、お姉ちゃんは泣いているように見えたんだ。まさかね、お姉ちゃんが泣いてるわけないか。風邪でもひいたのかな。お姉ちゃんは泣き虫の私とは違って、幼い時から泣いた顔を一度も見たことがない。お人形壊れちゃったよ。ナホ、泣かないのね、いい子だから。お姉ちゃんは今と違って小さい頃は優しくて、いつも泣いている私を慰めてくれたの。だけど今ではすっかり性格が悪くなっちゃった。私のこと嫌いになっちゃったんだろうな。また悲しくなって涙がこぼれそうになる。やっぱり地頭の違いなのかな。結局いくら観察してもお姉ちゃんは普通の勉強法しかしてなさそうで、時々すすり泣くような声が聞こえてくるだけだった。翌日。ねえ、どうしたらシオラちゃんみたいに賢くなれるの。賢く。ねえ、私は同じクラスの天才少女シオラちゃんにどうやったら勉強ができるようになるか聞いてみた。でもシオラちゃんは何か特別なことをしているとしか思えないな。いやみんなと同じように勉強しているだけよ。本当にか。シオラちゃんは小学生とは思えないほどいろんなことを知ってるし、成績もすごくいいんだ。人には得意不得意があるの。勉強が苦手な人はその人に合ったやり方をしていないかもしれないわ。私に合ったやり方か。確かに段ボールの机で勉強していても大して頭には入ってこない。てか、あんまり気にしすぎも良くないと思うぜ。ナホは勉強が苦手でも運動神経がいいじゃんか。そうよ。そうかもしれないけどさ。はぁ、シオラちゃんと一世くんに言われて少し嬉しかったものの、私の家では運動神経が良くても何もいいことがないんだ。クラスで最初に逆上がりができた時も、飛び箱10段飛べた時も、学校では褒められたのに家では全く相手にされなかったの。そんなことを思いながら家に着くと、ただいまん？ない？鍵を忘れちゃったよ。鍵を持ってきてないことに気づいてしまった。あ、そういえばこの日は6年生だけ1時間多い時間割だったことを思い出した。お姉ちゃんにまた何か言われちゃうかな。それでも他に選択肢がない私は再び学校に戻ってお姉ちゃんのところへ行くことに。お姉ちゃんのクラスはここだったよね。学校に着くとすでに授業は終わっているようだった。教室を覗いてみると、やっぱりお姉ちゃんクラスでも人気者なんだな。お姉ちゃんの周りにはクラスメイトが集まっていた。
そのまま恐る恐る教室に入ろうと思ったけど、思わず私の足が止まる。なぜならその光景は私の予想とは真逆のものだったからだ。去年クラス替えで新しいクラスになった時は張り切っていたの。よし、このクラスでもみんなを引っ張っていかないと。ずっと成績もトップでいつもクラスの中心にいたから、それが当たり前だと思っていた。ここはね、この公式を使うんだけど、だけどある日クラスのみんなに勉強を教えていた時、ちょっとこわもての男子が近づいてきて。おい、お前ちょっと勉強ができるからって調子に乗るなよ。突然そんなことを言われたんだ。調子になんて乗ってないよ。お前体育じゃどんくせえのに、こういう時だけ張り切ってんのな。確かにそうだったね。自分が勉強できるからって偉そうだよね。そんなこと。この日からこのクラスでは運動ができる人が偉い、そういう風潮になっていったんだ。それでも私には勉強しか取り柄がないし、いい点を取れるように頑張り続けた。お姉ちゃん、ナホ、なんでいるの？気づくとなぜかナホがいて、立ち尽くしながらこちらを見ていたの。そんな、ナホに見られた？お姉ちゃんってクラスではこんな感じだったの？これは私にとって最悪の状況だった。唯一残された優秀な姉としてのプライドが全て崩れ去ってしまうような気がしたんだ。なんなの？私を笑いにわざわざ来たの？なんだよ、もしかして妹の前ではいつも強がってたのか？図星をつかれ、私は何も言えなくなる。お姉ちゃん、今のお姉ちゃんの姿を見て、私はこれまでのことを思い出したんだ。ナホってそそっかしいというか、落ち着きがないよね。ナホにはそこがお似合いね。今まで散々私を笑ってきたお姉ちゃん。ざまあ見ろ、いい君だ。なんて感情は全く生まれなかったんだ。ずっと私には一度も涙を見せなかったお姉ちゃんが泣いている。それは私にとって衝撃的なことだった。やっぱりあの時も泣いていたんだ。いろいろな感情が溢れ出てきた私は、お姉ちゃんを笑うな！私のお姉ちゃんは頭が良くて冷静で、とってもすごいお姉ちゃんなんだ！気づけば上級生たちの輪に入って叫んでいた。ナホ！まさか、ナホが私をかばうなんてこれっぽっちも思ってなかった。どうして？私、お姉ちゃんの涙を見たことがなかったんだよ。それなのに泣いているってことは、本当に苦しかったってことだよね。ナホ。私が必死に呼びかけると。そうだよね。私たちも間違ってるとは思いながら、歯止めが効かなくなってたんだ。ごめんね、かすみちゃん。ごめんね、みんな。周りの女子たちは口々に謝ってくれた。よかった。話せば分かってくれるんだね。そうね。お姉ちゃんの表情が明るくなったその時。おい、年下のくせに調子乗んなよ。ひときわ圧の強い男子が私に迫ってきたの。突然やってきて生意気なんだよ。そう言って私を突き飛ばそうとしてきたんだけど。なお、危ない。お姉ちゃん大丈夫？お姉ちゃんは私をかばって転んじゃったの。この時分かった。お姉ちゃんの涙の元凶はこいつだと。何してくれてんのよ、許せない。そんなこと言ったって、年下の女なんて怖くないぜ。我慢の限界に達した私は、素早く相手を掴んで、おりゃー、いってー。そのまま一本背負いを決めてやったの。お姉ちゃんを笑ったこと謝ってよね。なんで俺が。まだそんなこと言ってるの？年下の女の子に投げられてまだ目が覚めない？かすみ、今まで悪かったよ。今まで彼を支えてきたのは一番強いということなんだろう。それが崩れた今、自分の行動が間違っていたことにやっと気づけたんだと思う。それとお前の妹すげえな。そうね。お姉ちゃんはもっとすごいけどね。さらに、ナホ、今までのこと本当にごめんなさい。お姉ちゃんは私に謝ってきたの。クラスで嫌なことがあるとついナホに当たっちゃって、どんどんおかしくなっちゃった。本当にごめんね、お姉ちゃん。それにみんなも、私気づいたら上から目線で接していたかもしれないよね。ごめんなさい。私たちこそごめんね。こうしてお姉ちゃんはクラスのみんなと分かり合えたみたいだった。よかった、優しいお姉ちゃんが帰ってきた。私が喜んでいると、さてと、今度は私がナホを助ける番ね。お姉ちゃんが突然そんなことを言い出したの。ナホ、お前はこっちで勉強してからだ。ガスミはこっちでご飯食べちゃいなさい。家に帰ってパパとママがいつものように私に段ボールの机で勉強するように言ってきた時、ちょっと待って、こんなんじゃナホの学力は伸びないよ。お姉ちゃんが間に入ってくれたの。
かすみ、どうしたんだ突然。そうよ、変なものでも食べたの。今度は私がナホを助けないと。私は両親がなぜこんなことをしているか知っていた。パパとママはかなり古い考えを持っているの。パパも厳しく育てられてな。ちゃんと勉強しないと家族からまともな扱いはしてもらえなかったんだぞ。そうよ、厳しく育てられたから今があるの。へえ。だから特に頭の悪いナホには甘やかしてはならんのだ。それがナホのためでもあるの。親としての責任だからね。だけどこのやり方は間違っていると思う。今はもう令和の時代なの。一人一人に合った教育が大事だと言われているから。かすみ、なんてことを言うんだ。パパたちの教育方針が間違ってるとでも言いたいのか。私たちはこのやり方で育ってきたのよ。間違いなんてない。分かってくれないなら私が証明してみせるわ。私のやり方でナホの成績を上げてみせる。それで結果が出たらいいでしょ。ほう、そこまで言うならやってみればいいじゃないか。お姉ちゃん。その後私は付きっきりでナホに勉強のやり方を教えた。ナホにはナホに合ったやり方があるの。うん。さらにナホと同じクラスの天才少女の協力も得ながらナホに合ったやり方を模索した。ここの覚え方はこっちの方がいいのかも。そうね。その結果じゃーん、ナホは初めて100点を取ることができたの。100点満点だと。ついに取ったのね。どう、私のやり方でナホに満点を取らせたわ。お姉ちゃんのおかげなんだよ。お姉ちゃんの協力で生まれて初めて満点を取れた。それでもパパとママはなんて言うか心配だったけど。かすみ、お前の言った通りだな。俺たちのやり方はナホを追い込んでいただけのようだ。そうね、今まで辛い思いさせちゃっただけなんて。パパとママは本当に私のことを思って厳しくしていたみたい。本当にすまなかった。ごめんなさい。パパ、ママ。この後パパとママのこれまでのことをたくさん聞いた。本当に大変な中育てられたみたいで、そういう教え方しかわからなかったみたいなの。私もおかしくなっていたのをナホが教えてくれたんだ。本当に今までごめんね、ナホ。ううん、私これからもっと頑張るから。こうして私たちはようやく本当の家族になった気がしたんだ。さあ二人ともたくさん食べてね。はーい。得意不得意はみんな違う。だからこそそれを補って助け合うような家族であるべきだと思うんだ。